翼くん。あ、どうしたの？ほら、お弁当、一緒に食べよ。どうしたの？手作りだよ。あーん、美味しいでしょ？よかった、いつもの翼くんだ。誰だ、勝手にここに入りやがる。お前か。何やってんだ、こんなとこで。そういうのは先に言えよ。半分やる。どうした？つうか今日のお前なんかおとなしくねえか。おい、忘れていったでしょ？どうしたの？お昼一緒に食べよ。翼は私と食べんだよ。え？そうだろ、だからここに来たんだよな。あ、そうなの？お兄ちゃん、翼くんいた。もう探したよ。屋上で食べたいならそう言ってくれれば。あ、ねえ翼くん、誰のお弁当が一番か分かってるよね？愚問だ。私のだろう。私も、その、一生懸命作ったから。翼！バーカ、ここ何階だと。よかった、バルコニーだから大丈夫です。どうしちゃったのかな、お兄ちゃん。
余計な世話だったんだろあいつには。やっぱりわかるよ、翼くんのことなら。お腹空いてるかなって思って。正直でよろしい。どうして逃げるの？お弁当美味しくない？やっぱり迷惑だったかな。大丈夫だよ、みんな翼くんのことが大好きだから。翼くんは食べてくれるだけでいいんだよ。そのためのお弁当だもん。食べたいなら食べちゃいけないなんてないんだよ。食えよ、ちゃんと。
したの？寝ぼけてるのかな。もう大丈夫だよ。翼。